皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の英文法、今回は現在完了形の継続的用、これについて説明します。いついつからずっと何々している、その状態が今も続いているという意味を表すとき、現在完了形の継続的用法、これを使います。この形は主語プラスハブ、または主語が三人称単数の時にはハズ、そしてプラス過去分詞、こういう形になります。例えば例の1、彼は昨年から静岡に住んでいます。今も住んでいるという意味を表しています。そうすると He、 主語ですね、その後ろに Has、 そして住むの過去分詞の Lived。 He has lived in 静岡、昨年からという意味は Since last year、 Since last yearHe has lived in 静岡 since last year. こういう言い方をします。もう一つ。私は3年間この自転車を使っています。こういう意味を表すとき、今も使っているんですね。I、 その後ろに have で使うの過去分詞 used this bike でFor 3 years. I have used this bike for 3 years. こんな風になります。この since と for の使い方ですね。で、いついつから使っているとか、いついつから何々しているという時、ね、ここの部分が出発点の時ですね。この時からという意味の時には、since、を使い、ある一定の期間、ここでは3年間という期間ですね。何々している、3年間何々しているという期間の時には for を使う、このことをちょっと覚えておいてください、ね。この疑問文ですね、疑問文、これは have、 has を主語の前に置きます。これ be 動詞とか助動詞と同じような感じですね。例の2、 You have wanted a cat for 2 years. You have wanted a cat for 2 years. あなたは2年間ずっと猫を欲しいと思っています。こういう意味の英文ですね。2年間というある程度の期間、時間の長さを出していますから、この2年という前には for がついています。この文章を疑問文にするときには、You have の have を主語 you の前に出して、Have you wanted a cat for 2 years? Have you wanted a cat for 2 years? このようになります。Yes で答えるときには、Yes, I have.No の時には No, I have not. Yes, I have. No, I have not. このようになるんですね。この I have not は I haven't と短くすることもできます。そして、時間の長さ、どのくらいの間何々していたんですかというふうに聞きたい時、この時には How long? これを文の頭に入れます、ね、疑問文の頭に How long? こう入れて、どのくらい何々していたんですかと聞きます。例えばこの文章 For 2 years を聞きたい時、ね、何年かという部分を聞きたい時、まず文の最初に How long? を入れて、How long? で疑問文ですから、Have you
wanted a cat? How long have you wanted a cat? How long have you wanted a cat? こんな風になるんですね。で、答えるとき、ここでは2年間ですから、for 2 years.For 2 years. もちろん、I have wanted a cat for 2 years.、ね、フルセンテンスで答えても構いませんよね。また、I have. これを短くして、I've. また、You have. これを短くして、You've.このようにすることができます。ですから、元の文章、この You have wanted a cat for 2 years。この You have の部分を短くして You've wanted a cat for 2 years。こんな言い方ができるんですね。今回は現在完了形の継続、ね、いついつから今もその状態が続いているということを表す、この文の形について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。